秋春と2回戦敗退に終わっている鹿児島南。しかしこの夏は違います。バッティングは打ち出したら止まらないですし、守備はしっかり固い守りができるチームだと思います。秋春ともにあれ負けた試合は入りで負けてしまったんですけど、常に準備不足とか入り負けがないように一個一個の練習でしっかり入りを意識してやってます。しっかり1試合1試合恩返しの気持ちを持って全力で戦っていきたいと思います。